はい、どうも岩本明です。今回の動画ですね、前回ねアップしている、FPV モードでのね、ジンバル撮影、はい、こちらの解説と反省点をねご紹介していきたいと思います。はい、で今回ですね、まあ普段ね、あの FPV モードっていうのはあまりね、まあ、使わないんですけど、一部ねあのミュージックビデオだとかで、まあ、使うケースはあるんですが、まあ、ああいった形でちょっとねあの Vlog チックな感じでの、まあ、動画で FPV モードをね、まあ、使うっていうことはね、まあ、なかったんですが、まあ、ただ、まあ、やっぱりねあの表現として縦と横のね、まあ、動きだけに限らず、ちょっとやっぱりこう斜めの動きだとかも、まあ、追加することで、まあ、ああいった感じでね普段とはね、まあ、違った映像になりますので、ちょっと私もねいろいろと、まあ、ポートレートムービーだとかにも、まあ、取り入れたいですし、もう少し滑らかなね感じで撮っていきたいなといったところで、まあ、試しに撮ってみました。はい、で合わせて久しぶりにね、N ログを使おうといったところでニコン Z6II を使って N ログで撮ってみました。まあ、順番にねいろいろと撮り方のね、まあ、内容も含めた部分といろいろとね、まあ、試してみた中で反省するポイントというか気になるねポイントだとかも、まあ、ありましたので、そのあたりねじっくりお伝えしていきたいと思います。でまずですね、撮影方法については、このね今撮っているニコン Z6II と DJI の RS2 を使って撮影を行いました。はい、であとですね、ニコン Z6II に関しては、ログ撮影っていうものは外部レコーダーがね必要になりますので、忍者5をホットシューの上に乗せて撮影を行いました。はい、結構ね重くはなるんですが、私がねいろいろと試した中でで言うと、まあ、一番これがね撮影しやすい、まあ、やり方になりますので、まあ、それでね、試してみたよということになります。であと、ISO 感度がね、ログ撮影 N ログにすると ISO ね800になってしまうんですよね。で ND フィルターのね結構濃いめのものを使ったんですが、まあ、そこがねちょっとね、まあ、悪さしたなといったところもあります。はい、でですね、あのカメラの設定の方になるんですが、まあ、今回はですね N ログがですね 4K30p までの対応ということになってますので、まあ、本当はね 60p を使って、まあ、スローモーションをねかけたい思いもあったんですが、まあ、今回はね 4K30p を使って撮りました。はい、でいろいろとね、まあ、編集の中でスピード感のねある映像を作りたくって、まあ、普通の速度と部分的に8倍4倍のねスピードで強弱を出してですね映像を作り上げました。はい、まあ、そのあたりの部分はまずね良かったと思うんですけど、でまず、私のね反省ポイントとしては、もう少しね FPV モードでの、まあ、あの滑らかさをもうよりマスターしたいなといったところはありましたね。まあ結構慣れてない部分になりますので、ミュージックビデオの場合って結構、まあ、雑って言ったら失礼なんですけど、結構こう振り回す感覚でラフに撮っててもいい感じに仕上がるんですけど、まあ、B ロールとして使えば、はい、ただ、まあ、もう常にね FPV モードでのこう斜めのこうぐるんぐるんしたね動きに対してつなげていこうって思うと、なかなかねあの辺難しいんですよね。はい、で普段撮ってるようなオービットショットだとかも斜めの動きもね、まあ、加わってますので、そのあたりのね難しさはあるかと思います。はい、あとは、まあ、自由自在にね、まあ、動きますので、そのあたりのコントロールの難しさもあるかとは思います。はい、まあ、逆に言うとある意味ね、まあ、ブレにくく見えたりもするので、まあ、それはそれでねいい部分もあるかとは思うんですけど、まあ、そのあたりのね撮影方法の改善と滑らかに撮れるような扱いを、まあ、これからもね心がけていきたいなというふうに思いました。あとはねやっぱり編集の時のつなぎの難しさもあるかな。はい、斜めのね動きが加わったことで結構そのつなぎが難しかったんですよ。で今回ね、まあ、ぶっちゃけた話すると、こちらのシーン、
こちらのシーンのところから編集を始めたんですよ。なかなかね、音楽に当てはめていくのが、まあ、難しくって、まあ、撮った映像をどこにね配置するかっていうところで、まあ、悩んだんですよ。はい。で、悩んだ挙句、まあ、そのね音楽と映像をこうすごく合ってるなっていうポイントを見つけて、最初にねそこに当てはめたよということになります。はい。まあ多分ね、人それぞれ編集の仕方、まあ基本的には私も時系列でね編集することが多いんですが、まあ、今回の場合はいろいろこう悩んだ挙句、まあ、ピンポイントでね途中の段階から編集を始めたよということになります。はい。でそっからね肉付けしていく感じで映像として違和感のないつなぎを、まあ、心がけていきました。で実際ね映像を確認してみて、まあ、いろいろと私が気づいた点、まあ、反省するポイントだとかを、まあ、今からねお話ししていきたいと思いますけど、まずですね可変 LD フィルター、これねムラが出てますよね。はい。ちょっとねこれはいただけないなというふうに思いました。で、まあ、私がね今回使った ND フィルターが、まあ、この K&F コンセプトさんの、ND2 から ND400 までのね、幅広い、可変 ND フィルターを使ったんですが、まあ、まずねこれなぜこれを使ったかと言いますと、 ISO 感度ね800スタートになりますので、濃いめのねND フィルターを使わないと、今回みたいな、まあ、結構天気が良かった部分もありますし、このね ND400 でも白飛びする部分も、まあ、あったわけなんですよ。この幅広い ND フィルターはいいんですが、ムラにはね注意が必要だなというふうに思いました。でこれね、まあ、ムラなしとかってね書いてるんですけど、まあ、明らかにねちょっとムラがあったので、ここはこれまでね、これちょこちょこ使ってみたんですけど、一番こう ND400 まで使おうと思うと、ちょっと厳しいと思いました。はい。まずね、そこが1点になるんですけど、で、まあそんな中で、新しくね、K&F コンセプトさんからですね、今この3つの ND フィルターを、まあ、送っていただきまして、まあ私もね、使っている ND フィルターもあるんですが、まあ、これのね検証も行ってみたいと思っています。まあ、やっぱりね、まあ、今回のような、まあ、ムラの出方ではちょっと映像としては、まあ、納得いかない部分になりますので、ここはしっかりチェックして皆さんにねご紹介していきたいと思います。で続いて、ノイズですね。まあ、先ほど言ってたように ISO 感度ね800スタートになりますので、まあ、そこでのやっぱり、ね、暗いシーンがかなりねノイズやっぱり乗ってました。はい。でこれは一応ねニコンの中では、高感度モデルとして出されているニコン Z6 Z6II にはなるんですけど、それでもですねノイズかなり乗ってますね。でノイズが気にならないように編集でもね露出を調整しながら行ったという感じですね。まあ、本当はねもっと暗いところを明るくしたかったんですが、まあ、あまりにもねノイズが出てしまっていたので、まあ、そこは調整させていただきました。はい。まあ、なので、Z6II であってもやっぱりノイズは出るものは出ますし、まあ、ここはね、Z9 との比較で確認しようと思ったんですが、正直ね、まあ、そんなに大差ないかなというふうに思います。はい。まあ、なのでまあ、やっぱり本体側でいかにねノイズが出ないようにノイズ低減のね効果をよりね高めていただくか、いろいろとねソフトも出てますので、ノイズを除去するような高い技術のねノイズリダクションのソフトを、まあ、買うかなっていう感じですかね。はい。まあ、本当はまあ、ソニーさんとかパナソニックさんみたいなデュアルネイティブ ISO がねあったら、まあもっとノイズはね減らすことができるかとは思うんですが、まあ、そこがね今後ニコンに改善してほしいポイントになりますね。あとですね、カメラの上に忍者5を載せたことによって、まあ、やっぱり撮りやすさは撮りやすいんですけど、特にね走っていくシーンとかでは結構ねブレ目立ってるんですよ。
で、まあ、モーターパワーをねもう少し追い込めば、まあ、多少ね軽減できるかと思うんですが、まあ、そこのね、ジンバルの設定の追い込みも、まあ、甘かったかなというふうに反省しています。はい、まああまりね、カメラの上にモニターを載せるっていう撮り方は、まあ、違うと思うんですけど、あれはあれでね逆に撮りやすかったりとか、ローアングルでもね上にモニターがついてるんで見やすかったりとか、メリットはあるんですけど、結構その精度の高い動画を撮ろうと思った時にはちょっとね、まあ、あまり合ってない撮り方かなというふうに思いました。最終的にそもそも、まあ、Nログで撮る必要があるのかって言われると、正直ねいろいろとね ISO 感度が800スタートだとかリスクの方も多いし、モニターをわざわざ外付けで載せなきゃいけないしってことを、まあ、考えると、正直ねあまり使いたくないですよね皆さんね。はい、まあ、なのでニコンのカメラで考えた時には、まあ、やっぱり内部記録だったらまだ撮りたいなって思うところも、まあ、あるかとは思うんですけど、まあ、外部記録ではわざわざねやりたいと思わないんですよね。まあ、なのでね、まあ、私としては、結論的に言うとニコンのカメラで考えた時に、まあ、Nログだとか HLG で撮る必要は、まあ、ないんじゃないかなというふうに思います。基本的にピクチャーコントロールで結構そのログ撮影に近い撮り方ができたりだとか、あとは HLG のように明暗差のね部分もアクティビティライティングを使えばかなりね、まあ、その効果は得られますので、それで考えれば、まあ、ほぼほぼ外部記録にね頼ることなくいい映像をね全然撮れるかと思いますので、まあ、ちょっとねそういった割り切り方で撮るしかないのかなというふうに思いました。まあ、ざっとねそんなところですかね、今回の映像を見る限りでいきますと。はい、まあ、なのでね、まあ、まだまだ試行錯誤しながら、私もねジンバルレッスンだとかをしてますけど、なかなかやっぱりああいった難しい技術については、まあ修行が必要になってきますし、自分のね、まあ、体とジンバルの動きを、まあ、合わせられるように、まあ、日々ね努力していますので、はい、まあ、ジンバルをねもっと上手くなりたいっていう方は日々のね努力が必要ですよという感じですかね。はい、ということでね最後までご視聴ありがとうございました。またね次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。